山もみじ、はい、これのあの取り木やります。はい、ちょっとどこからあの取り木していいかちょっとね見当がつかないんで、少しあの葉っぱ落としますから、はい、下の方抜きます。これは東樹園で買ったもみじです。持ってきますからね。幹筋見えないとね、どこから取り木していいか分かんないから。やっぱりこれ多いと中枯れちゃったりするんですか。こうするする、うん、これだともう風通んないもん。そうですよね。ただ向こうがちょっと見えるくらいにしとかないと、うんうん、これ幹だいぶ太いです、下の方は。そうなんですよ。この辺が混んでるかな、少し。キャラクター幹が見えてきたから、この幹を取り木しますから、はい、でどの辺でやるかっていうと、うんうん、これもう下これを生かして小さいのか、この太さ で、そうですね、この小さいのを作ってみると、はい、だからもうここから上はいらないわけですよ、うん、で上の方はこれずっとここから先行くとこれが直線になってる、はい、こう直線曲線の下模様がちょこっと入ってる、うんうん、このぐらいで作ってみるかな。それかね、ここまでこの下で行ってみようか。そうですね、うん、であとこの幹はこれもう元からこれいらなくなるから、うん、それは後で切ればいいです、はい、じゃあここでこの下で取り木します、はい、この、 あの環状剥皮法っていうのは、はい、あの輪っか状に帯状にこう皮を置いてる、うん、まずで向く幅ハサミでこう向いていく。ここはもういらない。ここからこの幅が約幹の太さの 1.5 倍ぐらい、ここで1倍ですよ。だからこのくらいか、うん、この辺こうね、こう切れ目入れます。皮を剥いていきます、はい、これ刺せるとね、上までいっちゃうからこれきちんと食べるようにしないとね。これ形成層を取るんですよね。形成層を今取ってます、はい。で形成層をもうこれ全部あの取らないとダメです、形成層は、はい、で木質部まで出していきます、うん、やっぱりなんか小さいやつは大変なんですよ、やっぱり。そうそう、大きいやつね、これじゃまだですね、もっと削ってきますから。形成層が取れたぐらいです、これ。これまだもっともっと削って、ここへ根っこ出ますからね、ここへ、はい、でここにあの発根剤つけます、はい、で水苔で巻いてビニールで包むみたいな、はい、そういう工程です。小原さんにお借りしたルートン発根剤、はい、これルートンと言いますけどね、これをこの切り口のここへ塗ってきますから、上の上側に、はい、上だけ、上から根が出てくるんですよね。そうそうそう、これ根っこが出ます、うんうん、切ったところに、はいはい、下は出ませんからね。ああ、で、あと水苔、はい、包みます。これで包みます。ビニール レジ袋、うんうん、これをあの傘状にちょっと切りますから、はい、で、これを、うんうん、ここにここに積んでください。ダメだったの、2回目の失敗。これでうまくこう下が縛れたから、でここに水苔入れてきます。こう水苔を巻いて、緩く縛ってきますから、はい、こう水入るように、水が入るように、で、あの下にこう開けようと締めてあるんで、こう穴を開けます。
水が通る穴を開けてきます。そして ここから水が入って下に抜けて、そういう感じです。これで一応トリケア、根っこを出る準備ができて、はい、これ水切らすともう根っこ出てこないですからね。わかりました。水苔が小さいから乾きちょっと早いんで、うん、はい、水かなりよく見てください、ね、うん、で2ヶ月ぐらい経つとこう白い根っこがこう見えるようになってきますから、はいはい、こうあの透明半透明のビニールですから、うん、白い根っこが見えてきます。そしたら根っこの下から切り離す、うん、で新しい鉢に入れ替えると。なるほど。そうするとこの下の部分ともう1個できちゃう、うん、2つ作ると。2本さえ2個できるってことですね、うん、2個で心拍とか、あと松なんかで、はい、株立ちの松でしょ、はい、5本とかこうなる、うんうん、あれ多分こういうふうにね、同じところでこういうところで取り木してるんですよ、うん、こう枝がこういっぱいあるんでしょ、はいはい、ここで取り木すれば株立ちができる。あ、なるほど、こういうふうに作ってるんですね、うん、そういうふうに作ってると思います。これはもう単管ですよね、単品 で、うん、でここで取り木すれば4本ぐらい出てるのかな、これ5本か。なるほど。例えばここ今やったじゃないですか、うん、ここ2段取り木できる、2段取り木にしてもここありますよね、目できる。それも面白いかな。あれってどうしようもない木なんかだと、うん、頭だけちゃんと小さくすれば見えるかなって、そしたらこれ取り消すんだ。2段どうですかね、これ。え、ここともう一個、ここ目ありますもんね。2段やっちゃう。これ取っちゃうか。ここで取り消してみようか、もう1段。はいはい、9月ぐらいに外せます。9月にはもう根っこ出てるんですよ。6月にね、多分7月、6、7ぐらいにやってると思うんだよ。でこれあんまり3月ぐらいにやるとね、うんうん、1ヶ月、今年やったんだけど、目がポロ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 落っこっちゃう。なるほど、はい、今ぐらいが、だいたい葉っぱ固まりつつあるから、うんうん、今ぐらいがいいんじゃないかなと思うんですよ。なるほど。じゃあこれから梅雨になってきて、うん、まあ、取り木にはいいんですか。そう、時期的に。だからこれはもう株立ちだね、将来の姿は。こっちは株立ち、枯れなければね。株立ちの姿です。このくらい空いてればやりやすいんだけどね、うん、撮影もしやすいですね、こちら、うん、これ取り木できなかったら、あの生きてればまた次の年やらないんです。あ、どんどん増やせますね、根っこ出なかったら、うん、これ取り木のやり方はこうやって環状白鏡っていうのと、はい、針金でキュラッと絞っちゃってもいいんですよ。皮を剥かないで、皮むかないで、ね、針金二重に巻いてね、はい、食い込むまでガーッと絞っちゃう、水苔巻いておく。それどうなるんですか。それでそこから根っこで、これの方が根の出る期間っていうのは早いです、うん、はいはいはい、針金で縛っとくと期間は短い、あ、長い、根っこの出る期間は。根が出なかったら枯れちゃいますよね。こっちだとこう幹に傷つけて、はいはい、これだと枯れたらおしまいでしょ、うんうん、針金結束法っていうのは針金で縛っておけば、もし出なかったらそこ外せばいいんだから。あ、そういうことなんですね。そういうこと、安全性が高いです。あ、そっちの方が安全なんですね、うん、ただ根っこ出るのは遅いですよ。これが一番早く根っこ出ますよ。どれ、そう、こういう感じですね。これで水を受け入れるやつ。入れます、はい、この上に合わせて水を入れてきます。これだけこう緩くしてるから、ここから水入る。上ですね、水がここから入る、はい、じゃあ今度水抜きの穴作ります。よし、これでOK、 うん、一応2段、うん、このここだけのものと、それからこう上だけ、はい、うまくいけば2つ取れるね。そうですね、こうちゃんと出てくるね。めっちゃ楽しみです、ね、これはいいと思うよ、うん、こうで、あと下の方、この枝悪く、こう小さいのが作れると思うんですよ、これ。ちょっともうちょっと抜こうか、これ、
下の骨格があんまり見えてないと。下は下でまた作るから。そう、これ多分これ下が太、小さくてこう太い。じゃあずっしりした毛が作るんですよ、これ。これまた芽が吹いてくるこれ。ここ切っとくかこれ。切っちゃいます？そこか。取っちゃいます？はい、取っちゃった。これどう寂しくないですか？もう。うん、折れた。こういうとこからね、いっぱい出てくるぞ。そうですね。ここがちょっと怖いけどな、出てこなかったら。取れなかったかな。これ足元がどうなってる。足元見たい。結構これずっとこう出してけんですよ、これ。足元をここに。それ出てくるんですか。こんな広いんだ。もっとこれ出せるよ、これ。こうガッチリした毛がついてる。これ。あとこれが途中だから、ここからまた出てくる可能性もあるね。うん、そうそう、うん。両サイドまだ生きてるんですよ。うん、外してからだな、また。うん、そうですね。次にモートリキ。赤松。赤松。モートリキ。2つあるんですね。いや、これでもいいっすね、ここできたら。そっちは何ですか。そっちはイワシで。イワシで。イワシでね。ああ、なるほど。トリキが逆にできない木ってある？わかんないけど。ですけど、大体なんかできそうな。イメージですね。木はね、挿し木はなかなか難しいのは。そうですね。松とか、うん、こういうのも取り木で増やせます。なるほど。ということです。ちょっと強いことかと。はい、ありがとうございます。すみません。神の。神の。そうですね。ありがとうございます。